こんにちは、お久しぶりです皆さん。菊池風風馬です。本日ゲストでこちらの方に来てもらいました。君を笑顔にしたっていい。どうも、たっていいです。どうも、何それ、初めて聞いたの。俺も初めてやった。初めてやってた。それはつまずくわ。あの、たっていくんに来てもらったわけなんですけど、まあ、とある企画をなんかたっていくんに持ってきてくれた。あ、そうですね、僕の持ち込み企画で、これはぜひね、菊池風風馬くんこと翔太くんとね、一緒にやりたいなと思いまして、はい、題して許せないゲーム。許せないゲーム。風馬くん、あの、殿下の宝刀である、うん、許せない、これになぞった企画でして、まあ、リズムに合わせて許せないことを言い合おうじゃないかという。自分が思う許せない言ってくる。そう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 。例えば、おっさんのくしゃみ、許せない、許せない、あんぱん、まあ、まずはちょっと一回やってみましょうか。あ、そうだね。じゃあ一回目試しにやってみましょう。じゃあ俺からね。あ、オッケーオッケー。許せないゲーム、いきましょう。せーの、あーめ、許せない、花粉、許せない、親知らず、許せない、雨の日に車が水たまりバーンってやってピシャってかかるやつ、許せない、おっさんのくしゃみ、許せない、トイレに入った時に、あの、おしっこして流すの自動なのに、あの、手洗って、まあ自動じゃないですか、そこもね、手洗って自動じゃない、で手乾かすのに自動なのに、最終的になんで手でこう開けて出て出ないといけないのっていうやつ、許せない。長すぎない？詳しすぎ。これちょっとアウトじゃない？アウト、もう途中何か分かんないと思う。トイレにさ、まあ、タッチ、いや、面白かった。まあ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 、結構続いたね。もう分かってきてる。なんか分かってきてる、うん、慣れてきたということで、はい、もう一回じゃあ、オッケーオッケー、やってみましょうか。許せないゲーム、よいしょー。せーの、逆走する自転車、許せない、ポイ捨て、許せない、アパレル店員のご試着もできる、許せない、許せない、あ、ちょっと待って、ご試着もできるね。俺許せるよ、それ。ごめん、許せます。あ、よかったら、ご試着もできるんで。いや、そんな知ってるわ。じゃあ分かる、だってできないところないだろ。じゃあ俺聞いたところによると、アパレル店員だったんですよ。僕もそうなんですよ。言ってたりして、言ったら。めちゃめちゃ言ってる。許せない。それ結構もうだいぶ慣れてきたんじゃないですか。いや、もうだいぶ。お題をつけて、ちょっと絞ってみよう。お題つけて、そのお題にまつわる許せないことを言う。じゃあ、お題、学校で許せない。許せないゲーム。よっしゃ。お題、学校。せーの。いじめ。許せない。拘束。許せない。通風呂禁止。許せない。テスト中ペン置いて終わったよってなんかそういう風に出す人、許せない。応用問題、お、許せない。全な、許せない。瞬足、それは許せるでしょ、履いてたよ私。許せないでしょ、あんな速くなるわけないんだから。あ、中速入っても速くなんないよ。速くなるわけないんだから。いや、ちょっと待って、全裸って言ってた。ちょっと許せるの、ちょっとこの全裸が許せるか。じゃあ最後に、結構慣れてきたから、まあこれもお題あり、お題は異性の許せない。異性の、じゃあ僕らで言うと男性ですか。逆だ。許せないゲーム、イエーイ。せーの、私前髪切ったんだ。え、何センチぐらい切ったの。1ミリ、わからんわ。許せない。短期留学、許せない。ハイヒール履いて男よりでかくなった人、許せない。港区、許せない。全な、許せない。黒パン、許せない。許せないかな。黒パン許せない。いや、黒パン許せないでしょ。たまにいるじゃん、わかめちゃんくらいのさ、ミニスカート履いてるけどさ、はい、僕はね、別に望んでるわけじゃないけどさ、はい、たまにあるじゃん、そのラッキースケベあるじゃん、その、はい、電車のさ、階段とかでさ、ラッキースケベが、はい、そのラッキースケベの時にさ、ほっほっ
が見えそうだ、あ、見えた、なんだよ、黒かよっていう時にさ、許せないじゃん。あるじゃん、そのラッキースケベ。あ、まあ、俗に言うね。俗に言うラッキースケベですね。あ、その時に、黒パン入ってなんで黒パンなんだよ、そうね。だから俺は望んでない、別に見てないよ、それたまにあるじゃん。ラッキースケベ。ね、黒パン大事ですから、はい、大事ですから、どんどん入っていってください、はい、僕も入ってきます、はい、なんで